はいどうも皆さん、おはようございます。こんじゃこまわりです。さあ本日はですね、外国人が好きそうなテーマ、忍者についてデッキを作ってきたのでご紹介していこうかなというふうに思っております。忍者デッキって多分ね、外国人からめっちゃ人気あると思うんですよ。だから多分ね、この動画もね、外国人から多分めっちゃ見ると思うんですね。なので、まあ、10万再生は硬いですね。あ、ちなみに僕の視聴者に外国人ほとんどいません。で、まあ、忍者テーマ何するかっていう話なんですけども、まあまあそもそもですね、まあ半蔵とか、まあゴールド忍者で、まあ忍者を並べて、なんかその変化の術で戦っていくっていう、まあ基本的なね、動きは あるんですけれども、今回はですね、結構ソリティアに寄せてましてですね、まあ要は展開系に寄せましてですね、まあね、忍者って結構ね、まあコンボパーツ多いんですけど、一応展開できると結構強い動きは意外とあるんですよ。ね、今回はですね、そのゴールド忍者とか、あと戦士を2体並べるギミックを使って、まあ、イゾルデを出していきます。で、イゾルデで、展開を伸ばしていくっていう、まあ、そういうデッキになってます。で、展開はね、展開方法は、動画見ていただければわかるんですけれども、基本的にはね、イゾルデが出る反動であって、で、さらにトラップカードと忍法があると一番理想反動ですね。はい。まあ、最低限トラップカードが一応あれば、まあ、大体そのアストラムとかは出せるんで、まあ、一応その大体ゲームムーブすれば手札にそのシェードブリガンダイが抱えられるんで、か、まあ、この辺のフォックブレードが抱えられるんで相性がいいから、まあ、この辺カードは所蔵になってくるんですけども、まあ、これがなかったとしても一応そのフィールドにモンスター戦速モンスター2体並べたりとかして、で、トラップカードを捨てられればあれっす、展開はできます、伸びます。で、最終盤面なんですけども、まあ、展開これも見てもらえば分かるんですけども、最終盤面、理想盤面は、アストラム、アポロウーサ過去3素材、それから、ボルテックス、超変化セットされて、月下があると。で、超変化で出してくるモンスターがこのノーテスってやつなんですけども、このノーテスを超変化で出すと何が起こるかっていうと、こいつがいるとなんかお互いにアモルファージモンスターしか X だけか得者できないっていうのがやばいことがあるんですよ。だからこのノーテスを出して相手のエクストラを完全に封鎖しながら、自分だけなんかアポロウーサとかアストラムを出して、制圧していくっていう、まあ、そういうね、展開になってます。まあ、ちょっと自分の展開に使うカードをご利用しした結果、なんか誘発とか言えなかったんですけどもまあもうしょうがないかなって思ってます。はい、やっていきましょう。デュエルスタンバイ。忍者式ソリティア見せてやるぜ。いけそうだ。ゴールド忍者がある。なんとかなりそうだ。ゴールド忍者を召喚。忍法もあんのこれでかいな。ゴールド忍者召喚、そしてゴールド忍者の効果を発動。ゴールド忍者は手札からトラップカードを墓地送ると、デッキから忍者モンスターを特殊召喚できる。これにうららって言われてサレンダーしているシーンをさっきからすげえいっぱいやってるぜ誘発貫通札はちょっと入れにくいんだよな。いっぱい展開に使うカードを入れてるんですけど、誘発貫通札がなかなかなくてですね、ちょっと残念ながら墓穴2枚しか入ってないっていうね。はい、うららも増殖する G も非常にきつらいです。なんもなさそうですね。これいけますか。これもしかして決まるか。これそして聖騎士の追走イゾルデをリンク召喚していくぜ。そして、月神とイゾルデの効果を発動。イゾルデの効果によってペンデラムスケールを持ってこよう。原動スピリットとかいうのがよくわからん、なんか謎のこのスピリットモンスターを持ってきてですね、はい、怒り原動スピリット持ってきて、で月神の盾でデッキに戻して、これ戻さないとね、このイゾルデのコストないんだよね。でイゾルデのコストで4枚送る、はい、で4枚墓地送りからの半蔵で、半蔵効果と執念の次効果が発動して執念の次戻っていくと。あ、ちなみにタイミング逃しちゃうから悪魔の口付けとかダメで、1枚ね、引いちゃダメなカードあるんだよね。なんだっけ、デュランダル、デュランダルだけちょっとね、引いちゃダメなんで、悪魔の口付けなんかタイミング逃すんだよな。デッキに戻る、タイミング逃さなかったら悪魔の口付け入っても完璧なんだけど。で、ここで、4体のモンスターをリンクマーカーにセット。サーキットコンバイン、あらあらろ、スカルデッド。さあ、リュウジャスカルデッドは3体素材でリンク召喚に成功している場合、テグだからモンスターを召喚できる。現れろ、ゲッツガー。
そして月花は自身を守備表示にすることにより自分の墓地の忍者モンスターを特殊召喚することができる。これによって半蔵も2体特殊召喚していくぜ。ちなみに半蔵とかいう太鼓のカードは太鼓すぎて単位置がついていないぜ。単位置がついてねえカードを使い回すのは遊戯王の基本だよな。さあ半蔵の本日何回目これ、3回目と4回目の方が発動していくぜ。3回目と4回目の効果によって上限とかいうなんかクソぶっ壊れ特殊召喚簡単モンスターを出し、手札に加えて、そして先に出していくか。上限は手札の忍法を相手に見せつけると自身を特殊召喚することができる。これによって自身を特殊召喚、ちなみにこっちレベル7なんで、あれですね、ランク7とか、あとペンデラモンスターなんで、エレクトラムとかがいけます。まあ、今回エレクトラム採用してるんですけど、これレベル7、2体なんでね、後でやりますけど、ランク7出して、なんか、わちゃわちゃやってもいいですよ。で、上限からのエレクトラム、エレクトラムは、リンク召喚成功すると、ペンデラムモンスターを EX モンスターゾーンに追加することができる。これによって、レスキューラット加えていく。そしてスカルテッドで打点が上がる。そして忍者モンスター2体をリンクマーカーにセットし、サーキットコンバイン現れよ。忍者マスターサイゾー。そしてサイゾーの効果により忍法をセットすることができるぜ。これによって隠密忍法帳をセットし、隠密忍法帳は忍者モンスターを捨てることによって、デッキから忍法をセットすることができるぜ。これによって最強カード忍法超変化の術カッコロイヤル加工をセット。そして原動スピリットカイドウをセット。ヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果発動。原動スピリットか、カイドウだっけ俺どっちもいいや。レスキューラットを回収して、そしてヘビーメタルフォーゼエレクトラムの効果によってカードを1枚取ろう。さらに、レスキューラットペンデラムゾーンにセッティング。そしてレスキューラットの効果発動。このカードをゲームから除外することにより、エクストラゾーンのエクストラデッキの上限を回収。そして上限の特殊召喚にももちろん耐えがついていない。これによって上限を特殊召喚していくぜ。はっふっはっはっ圧倒的展開力、これが忍者令和忍者ソリティア。そしてレベル7のモンスターが2体でオーバーレイネットワークを構築。エクシエス召喚、ここね何でもいいです。正直なんか何出しても好きなお好きなモンスターどうぞって感じ。まあ、一応僕はこうしてますけど、でアウソリュート、ここなんか普通にね、あのディアボロシスとかでエクストラモンスター、あエクストラデッキのねモンスター破壊してもいいし、なんかこうやってオッドワイズ出してもいいし、なんかレッドワイズのフレアメタルとか出してなんか500バーンとかを与えてもいいんですよ。でクロシープからのオッドワイズアブソリュート効果と、オッドワイズアブソリュートは墓地を送られるとデッキからオッドワイズボルテックスドラゴンを特殊召喚できるぜ。そしてクロシープの効果により、墓地の忍者モンスターいたら特殊召喚、これによってハンゾーを特殊召喚。わっほー。でですね、トラップカードがここあればですね、何でしたっけ、ゴールド忍者となんかもう一体出して、酸素剤アポロウーサもできるんですよこれ。なんですけどちょっとモンスターの都合上ちょっとそれが無理なので、ですね、まあ、こうしてこれね、ここでねもう一枚ねトラップがあるとめっちゃ強いんですよね。上振れかな感じで、まあ、これはもうなんかもうもはやもうこれなんかすごいもったいないけどこうするわ。すごいもったいないけどこれこうしていく。ちなみに今のでも上限がまだ残ってれば、上限サーチして出してなんかそのリンク4のやつとアポロウーサーができます。いつも俺が出してるのはアストラム出してでアポロウーサーしてる。もう上振れてたらね、今ちょっと手札的にも最初に上限使っちゃったし、あちなみにこれね幻影ムーブ先にしてるといけるんですよ大体。ファントムナイツ、ファントムナイツムーブしてると結構いける。で合喧嘩いいだろう、不安だりかな。はいはいはい、違いました、サイバーダーフですね、珍しいです。なるほど、はいはいはい、なるほど、アタッチメントサイバーンこれ何するんだっけこの人、これ大したことなかった気がするんだよな。まあ、ちなみに今一応4歳アポロウサがライトニングボルテックスはもう全然無理だね、もう明らかに無理だね、さすがにボルテックスしかない。まあ、こういうことがあるからボルテックス出した方がいいんだよね。
一応マスカレーナスさえができてればね、ちょっとまたそれはそれで別なんだけど、まあ、言うて忍者残しとくと超変化が打てるんで、まあ、僕はこうしてるんですけど、上振れてるとだから、盤面最終盤面が超変化セットされてて、ボルテックス出てて、月がいて、アポロウーサー、3世代アポロウーサーとアストラムがいる。一応ちょっと今無理だったけど、あの場が埋まってたし、あの特殊召喚、できる忍者がいなかったから、忍者っていうかモンスターがいなかったから、素材が増える、あ、素材っていうかあのモンスターが増える、要はあと1体あそこでモンスター出すことができるハンドであれば、アポロウーサとアストラマできるんですよ。はい、まあ忍法をね、削れば多分それできるんだけど、そうすると最終盤面忍者じゃなくなっちゃうんで最終盤面一応長編技は残しときたかったんで、絶対にゲッツガとね、はい、なのでこうなってます。まあ、ここからねカスタマーいろいろできるんで、まあ、とりあえずこれはかわなくていいか。サイバーダックローは一回はかわなぶち込んで、まあ、アポルウーサの効果使わずともはかわなでサイバーダックローを除外していく。まあ、これで完全制圧と言っていいでしょう。もうモンスター効果言うてめっちゃ無効にできるし、で長編技で、ちなみにあのゲッツガくんと長編技するとなんかアモルファージーノーテスっていうなんかクソ強いモンスター出てくるんですよ、デッキから。モンスター出してくんないから全然変身できないんだけど、サイバーダカノン OK、 サイバーダカノン効果カノン捨てってるけど、アポロウーサで無効にしていく、当たり前に無効にしていく、で手札はあと2枚かわいそうになかわいそうにな。でサイバーダークインフェルノ、なるほど、ね、サイバーダークインフェルノの効果によって一応サイバーダークの召喚ができるみたいなね。あ、サイバーダークキール、なるほど、サイバーダークめっちゃゴリ押ししてくるんだ。でキールの効果、召喚すると墓地のモンスターを装備することができるが、まあ、この効果にチェーンし、超変化ぶち込んでいく。忍法超変化の術加工ロイヤル加工を発動。このカードの効果により、忍者モンスターと相手のモンスターをリリースすることによってデッキから合計のレベル以下のレベルを持つドラゴンを出せるぜ。アモルファージーノーテス、ちなみにノーテスがフィールド上に存在する限りお互いにエクストラ敵からはアモルファージしか出せねえ。終わったなお互いにアモルファージしか出せねえぜ打点足りてる、打点足りてるんですかこれ、ちょっとわかりませんが、これもうあれなんですよね、出せないんですよね、もう。あ、やったラッキー、チアースケール、どういう、あ、妖刀竹光、なるほど、妖刀竹光か、チアースケール妖刀竹光か、なんだろうな、俺竹光、へえ、なんかちょっとなんか面白そうなデッキだな。なんかあの普通に手札コストが強かあれだったら、普通のなんか幻影だったら普通にサレンダーするけど、ちょっと一応見ますこれ、一応見ますって言ってロンゴミアンズ立てられそうになったら普通にサレンダーしますけどね。ガチめに誰やねん来た、誰だこいつ、ベリアリス誰やねん、妖楽帝下ベリアリス誰、ガチめに誰、クイーンオブローズ、あ、なるほど、クイーンオブローズがなんかシュードの一番攻撃が低いモンスターをなんか破壊するみたいな方法ですね。レジストオール、ちょ、わからん、何してんのこの人、こいつは自分のメインフェーズに手札もしくはレベル5以上の植物を一体選んで特殊美表示を得してます。あんま関係ないな。あー、なんかすごい、何これ、これはレベルの合計が破壊されたモンスターと同じになるように特殊ができると。はぁ、あ、はぁはぁ、どういうこと、どういうこと？